2回の表島が片岡盗塁阻止というシーンがありましたが、このシーンです。3球目に走ってきた片岡、これはいいボールになりましたね。田尾さん、もう完璧でしたね。そうでしたね、はい。バッテリーも走ってくるというのを読んで、はい、ストレートを投じて、そして島がナイスボールを投じてアウトという形になりました。さあ、この回の先頭バッターは山崎だったんですが、初球ピッチャーゴロに打ち取られています。今シーズン山崎は初球を打つとヒットになる可能性が多かったんですが、今は初球を手を出してピッチャーゴロという形に終わっています。さあ、バッターボックスには高須です。昨日1日休養を取りました高須、今日は5番に入っています。田尾さんからご覧になりまして、はい、今シーズン高須が5番にずっと入っているわけなんですけれども、そうですね、この人今年に限ってはまだ、はい、得点圏打率がね、1割台と伸びないんですが、そうですね、楽天の打線の中ではやっぱりすごく勝負強いバッターなんでね、5番っていうタイプではないけれども、はい、ランナーを置いて高須は非常に怖いですよね。そうですね、仕事人というふうにもね、言われましたけれども、勝負強さのバッティングが光る5番の高須、それとまっすぐに非常に強いバッターですからね。そうですね、2ボール1ストライク、変化球でこれで2ストライクになります。メジャーに行った松坂ね、彼が絶好調の時でも、はい、高めのボール気味のまっすぐをねレフトスタンド入れたことありますからね、そういう意味ではストレートはいくら速くても大丈夫だなっていうね。そうですね、まっすぐ143キロですが外れました。今日もたくさんの方がこのケースタ宮城に訪れています。大型連休の終盤の土曜日、2点を追う楽天イーグルス。サード中村、高須はサードゴロに倒れています。田尾さん、今日先発ミンチェなんですが、ミンチェに対してここまでどうですかね。僕はミンチェそんなに特別いいとは思いませんよ、はい、ボール自体のキレっていうのはそんなに感じませんから、はい、そういう意味では十分つけ入る隙はあると思うんですよね。そうですね、はい、そんな中でもこうヒットでチャンスメイクをしてほしいのがこの岩村です。岩村は、キャンプで見たときにこれじゃダメだと、そうですか、いうふうに僕は判断しましてね、さあそれが公式戦までに良くなるのかなと思って見てましたけども、はい、やはりちょっと悪い予感が当たりましてね、こういう状況なんですが、はい、でも徐々に良くなってきました。そうですね、やっと現在打率は1割8分8厘、ただここ3試合連続でヒットが生まれています、はい、1本ではありますが3試合連続ヒットを放っている岩村です。ちょうど先週来た時に岩村とちょっと話をしましてね、とにかく悪いスイングっていうのは前にピッチャー方向に体が重心がいっちゃって泳がされたバッティングが多いんですよね、さあそのあたりどうでしょうか、それで、もう泳いでもいいけれども一旦左足の方に重心を一旦乗せてからこのようにね、今乗ってきてますよね、そこからはいくら前行ってもいいよと、だけど今までの悪いのは乗ってこなかったの。さあその岩村にヒットが生まれました。右中間にボールが転がっている。岩村一塁ベースを蹴った、二塁に向かう、ツーベースヒットになりました。貴重の兆しなるか、ここケースタで岩村最初の打席はツーベースヒット、4試合連続ヒットになりました。田尾さん、このバッティングはどうだったんでしょうか。これいいじゃないですか、岩村らしいね、やっぱりバットのヘッドの効いたスイングっていうのがね、やっとこう見れるようになりましたよね。あ、そうですか。今まではこれ二塁打が1本あと全部シングルヒットでしょ。そうですね、これだから2本目の長打ですよ今シーズンね。そうですね、もうこれからね、1回左足に重心が乗ってから振る、これが続けば長打どんどん出てきますね。あ、そうですか、そうすると打率の方も上がっていくという状況になるかと思うんですが、さあそして DH のルイーズです、あとこの問題の人ですよね。そうですね、今の見逃しなんかも僕ら納得いかないんですよ、はい、あ、そうですか、最後頭がフッとボールの方に寄っていってるんですね、前の方にね、頭がね寄りすぎはダメなんです。一度重心を後ろへという、そのあたりのバッティングなるか。高めのボール、ハーフスイングは振っていません。
まあ、ただここまでですとルイーズは外の変化球空振りというシーンが非常に多いんですが、だからストライクゾーンの空振りならまだ納得するんですが、はい、やっぱりボール球を振ってね空振り、これが多いですよね。そうですね。さあ快音になるかというところですが、詰まった当たり、これで岩村のツーベースでしたが得点に結びつけることができません。2回終わりました。2対0、楽天2点を追う展開が続いています。